PR新年を迎え、何か新しいことを始めようと思い、運動不足の私は元旦から週1回向川沿いを走ることに。向川の自然に抱かれ、風を切るこの素敵な感覚、ランナーにしかわからないのよね。とか言いながら、2月に入ってようやく2回目のランニング。とにかく寒いし、一人で黙々運動するの全然面白くない。じゃあ僕らと一緒に走りませんか？誰？私たちは NPO 法人向川スポーツクラブなんです。私たちはランニングが好きな仲間が集まった180人ぐらいの団体なんですよ。私たちここ向川でね、年間5つの大会、向川新年走ろう会、楠の木駅伝など5つの大会を主催して手作りでやってます。すごい。例えばね、ゆりかもめウルトラ70キロマラソンって全国からね1000人ぐらいのね、まあ変なランナーばっかりですけどやってくるんですよ、これが。それはなんでそんな変なランナーばっかり集まるんですか？いや、だいたいねフルマラソン 42.195 を走りたいっていうランナーでも皆さんが見ると、はい、おかしいなと思うでしょ。それをさらにね70キロまで走ろうって言うんですよ。70キロ、そうですよね、まあ、長い、この向こう側をね、北から南まで行ったり来たり4周するんですけど、はい、4周するんですか？もう8時間半でゴールしないといけない。そんな規模が大きい大会を主催してるんですね。そうなんですよ、大きな大会だとね、70人から100人ぐらいのねボランティアを含めたスタッフが前の日のテントの設営、はい、それから当日の準備、運営、あとは後片付け、これ全部みんな手作りでやってるんです。すごい、70人から100人ってそんなたくさんの方々のボランティアの協力で運営してるんですね。そうなんです。 NPO ってすごいですね、僕らはね、あのランニングとかマラソンを通じて、障害スポーツを普及して、はい、市民の皆さんの健康増進にね、はい、役に立ちたいなと思ってるんです、他にも向川スポーツクラブでは月に1回、クラブのメンバーでなくても当日参加できるマラソン大会を開催。5キロ10キロコースとタイムを気にせず走れるので大勢のランナーが参加、初心者も大歓迎です。またイベントに参加すれば希望者にはその人に合った走り方も指導してくれます。ランニングの基本はね、はい、まっすぐの線を歩くということですね、はい、なるべくこの線をずれない、はい、親指が中に入るような感じで、はい、背筋を伸ばしてまっすぐ歩く、前を見てまっすぐ歩く、はい、できてます？はい、大丈夫ですね。はい、綺麗ですね。足も綺麗に中入ってますね。はい、ここで走りましょうか。はい、はい、行きます。はい、はい、あと一つ厳しく言うと、はい、靴の音がバカバカ鳴ってる、はい、鳴ってるんですよね、はい、あの鳴らずにスッとこう入れるように、かかとからすぐに前へこう変換すると、ほう、うん、そう、前へサッと変換すると、はい、そう、いいですね、いいですね、はいはい、そうそうそう、音がさっきより鳴らなくなりましたね。さっきはどんどんという音鳴ってましたけど、はい、あ、いいですね、はい、いいですね、いいですね、はい、軽いですね、軽くなりました、かなり軽くなりました、はい、軽くなりました、はい、スタート、はい、行きましょう。この出会いをきっかけに NPO に興味を持った私は PR 西宮に掲載すべく、NPO の活動支援や情報発信の拠点となる西宮市市民交流センターで取材を行うことにしました。あの NPO とはそもそも何ですか？はい、NPO とはノンプロフィットオーガジネーションの略で、日本語では非営利組織というふうに言います。団体それぞれが目指すべき社会像があって、その実現に向けて目的を持って日々活動しているんです。いろんな活動内容があるんですよ。そうなんですね、はい、NPO はどんな分野で活動されてるんですか？例えば福祉、障害者福祉とか高齢者福祉、あと、環境保全であったりとか、あとまちづくりとか子育て支援とか、いろんな活動をしているんです。
西宮市内には法人格を持つ NPO が163あって、でその他にもたくさんの NPO が活動しているんです。で、例えば企業の皆さん、そして行政の皆さんがカバーできないような活動をたくさん頑張って活動しています。すごいたくさんの NPO が活動してるんですね。 NPO の活動に課題ってありますか？はい、それぞれの団体が設立目的を達成するために日々、社会貢献のために活動しているんですけれども、なかなか市民の皆さんにその活動が浸透していないというところが課題です。そこで西宮市では NPO 団体の有志によって結成された NPO と公益活動市民団体啓発事業実行委員会という組織が西宮市と共同して NPO 団体の活動を市民の皆さんに知っていただくための取り組みを毎年行っているんです。具体的にはどのような取り組みをされてるんですか？今年も3月にブース出展やステージイベントを通じて NPO 団体の活動を紹介する NPO フェスティバルを開催する予定になっています。NPO の活動を紹介する広報誌宮しるべも毎年発行してるんです。皆さんのお困りごとを解決する NPO や皆さんが活躍できる NPO に出会えるかもしれませんよ。市民交流センターでいただいた宮しるべを読んで、活動に興味を持ったベッツフォーライフジャパンを訪れることにしました。こちらは野良猫や野良犬から生まれた子供や捨てられた動物たちを保護し、新しい飼い主を見つけたり飼育放棄を未然に防ぐための啓発活動を行っているNPO 法人です。今までおよそ1000頭もの動物をペットを飼いたい方に提供してきました。ペッツフォーライフってとっても素敵な名前だと思うんですけど、どういう意味があるんですか？はい、ペッツフォーライフっていうのは、動物たちは生涯のもの、はい、一生の友という意味で、動物たちを買っていただくときに最後まで責任と愛情を持って迎えていただきたいという願いを込めて活動しています。私たちの団体は小さな命に目を向けていただいて、人にも動物にも優しい社会を目指して活動しています。具体的にどういった活動をされてるんですか？はい、子どもたちに命の大切さや、慈しみの心を伝えるための教育活動であったりとか、行き場を失った動物たちに新しい飼い主さんを探すための救済活動を行っています。私たちの団体 NPO で活動してますので、皆様からいただくご寄付であったりとか、会員様からいただく会費のサポートで活動しています。私たちの団体では誰とでもコミュニケーションが取れるようにみんなトレーニングをして、はい、ここで保護させてもらってます、はい、で実際に今日初めて会うジーナちゃんと一緒にトレーニングをしてもらおうと思います、はい、この子はですね、はい、2ヶ月の時にこちらの施設にやってきて、はい、今6ヶ月間ここの施設で生活をしながらトレーニングをしてます、はい、いきます。ジーナお座り、伏せ、ツイスト、おお、えらい、えらいね。しつけにおいて大事なことって何かありますか？やっぱり褒めることですね。私たちのところでは誰でも、はい、できるトレーニングをしてますので、しっかり褒めてあげる人、笑顔で褒めてあげることがすごく重要になってきます、はい、他にもペッツフォーライフジャパンではワンちゃんのしつけ教室や老人施設や児童施設を訪問するセラピー活動を行っています。このようにさまざまな分野で公益的な活動に取り組む NPO、 3月21日には23の NPO が参加する NPO フェスティバルを開催。 NPO の活動に興味を持った方はぜひご来場ください。今回 NPO の活動を取材してみて、皆さんパワフルに生き生きとされているのが印象的でした。せいかちゃん、あともう少し頑張れ。NPO のおかげでまだまだ私走れそう。ありがとうございます。